陸ッグ軍元帥、ハリファベルカシムハフタルは、リビアの軍人、召喚。日本語では、ハリファハフタルのほかハリーファハフタルとも表記される。2014年以来続いている、第二次リビア内戦において、リビア国民軍を率いている。2015年3月2日、ハフタルは、選挙で選ばれた、立法府である大議員に、忠実な軍の司令官に任命された。ハフタルは、 リビアのアジュダービアに生まれた。ムアンマル・アルカ・ザーフィーの配下として、リビア軍で働き、カダフィが権力を掌握した1969年のクーデターにも加わった。1973年には、第4次中東戦争で、イスラエルに対抗して派遣されたリビア軍部隊に加わった。百八十七年には、チャドとの戦争の最中に罠にはめられて、捕虜となったが、 この一件はカダフィにとって大きな屈辱となり、カダフィのチャドに対する野心に打撃を与えることになった。捕虜となっていた間、ハフタルは捕虜仲間と共に密かに、カダフィ打倒を目指すグループを結成した。1990年頃にアメリカ合衆国との取引によって解放され、以降20年近くを当時中央情報局が所在していたバージニア州、ラングレーで過ごし、 アメリカ合衆国の市民権を得た。合衆国にいた1993年には、ジャマーヒリーアへの反逆者として、欠席裁判で死刑を宣告された。2011年のリビア内戦で、ハフタルはカダフィを打倒した勢力の中で、高い地位を占めていた。2014年、リビア陸軍の司令官であったハフタルは、人気満了ととともに、ハフタルから権限を取り上げようとした。 国民議会に反旗を翻した。ハフタルは国民議会やそれと連携するイスラム原理主義者たちに対抗する行動を開始した。ハフタルの行動は国民議会を選び直す選挙を求めるものであったが、やがてそれは内戦へと展開した。2017年、デルナ市評議会の副議長、ラムジ・アルシャエリは弁護士のライアン・グッドマンとアレックス・ホワイティングとともに、 デルナ包囲戦において、ハフタルが捕虜の殺害を命じ、戦争犯罪を犯したと告発した。ハフタルは、リビアで最も有力なウォーロード、軍閥と評されており、リビアの一連の紛争において、ほとんどすべての有力な勢力と結んだことも、敵対したこともあるとされ、その軍事的経験は並ぶ者がいないと称えられてきた。ハフタルは、1943年頃に、 アジュダービアーに、アルイコールファージャニー一族の一員として生まれた。1957年にアジュダービアーのアルフーダ校に入り、ついで1961年から1964年にかけてデルナで中東教育を受けた。1964年9月16日にベンガジ軍事大学に入学し、1966年に卒業した。その後、ソビエト連邦で、 軍事訓練を受け、フルンゼ軍事大学に設けられていたソ連に派遣された外国人士官のための特別学位の過程を終了した。さらにその後、エジプトでも軍事訓練を受けた。砲兵隊の一員として、とあるモスクに駐屯していた経験もある。青年陸軍士官だったハフタルは、カダフィが実権を握った1969年のクーデターに加わり、 リビア王イドリース一世を廃したカダフィを助けた。その後、ほどなくして、ハフタルはカダフィの下で最高級の軍幹部となった。1973年の第4次中東戦争の際には、イスラエル占領下の市内半島に侵攻したエジプト軍部隊を支援するリビア軍部隊を指揮した。君主制を打倒した軍事政権である自由同盟士官と称された、 リビアアラブ社会主義同盟の他の面々と同様に、ハフタルは世俗主義者であり、ナセル主義であった。ハフタルはクーデター直後からリビアを統治した革命指導評議会のメンバーであった。後にはカダフィの軍事参謀長となった。1980年代後半、ハフタルはチャドリビア紛争、トヨタ戦争でリビア軍を指揮したが、この紛争は、 リビアの敗北に終わった。1986年の時点で、ハフタルは大佐となっており、チャドリビア紛争においては、チャドに送られたリビア軍の総司令官となった。この時、リビア軍の大部分は捕虜とされるが、国境線まで押し戻されることになったが、1987年のウアディドム空襲における敗退後、ハフタルは敗下の600人。 内視700人ほどの兵士たちと共に捕虜となった。三端たる結果となった戦いの後、カダフィはハフタルをはじめ、チャドの捕虜となったリビア軍の兵士たちの存在を認めることを拒んだ。ある見方によると、カダフィがハフタルを見放した理由の一つは、カダフィがチャド領内からリビア軍の全軍を撤退させるとの合意書に、いち早く署名していたにもかかわらず、 この合意に反して、ハフタルが、チャド領内で捕虜となったためだったのではないかとも、言われている。それとは別に、カダフィが、ハフタルを見捨てたのは、ハフタルがリビアに、英雄として、外戦帰国すれば、カダフィの支配体制にとっても、脅威となったかもしれないという可能性も指摘されている。いずれにせよ、カダフィの拒絶によって、カダフィに対するハフタルの思いが苦々しいものに転じた。 ことは、間違いない。1986年から1987年にかけて、チャド政府は、中央政府軍や、反乱軍に対し、リビアが、毒ガスやナパーモ弾を使用したと非難した。リビア軍は、1987年9月、チャドとの戦争の最終局面において、アンマイナス -26 で、マスタードガスを仕込んだ爆弾を投下した可能性がある。風向きが、 リビア軍の方に吹き返し、ガスはリビア軍に帰ってきた。カダフィは、ハフタル以下の兵士たちのリビアへの送還を求めたが、アメリカ人たちの工作により、彼らは、カダフィと対立するモブツセセセコ政権下のザイールに空輸された。そこで、兵士たちの半数はリビアへの帰還を決めた。1987年の遅い時期に、ハフタルと一部の士官たちは、 合衆国が支援していた反体制グループであった、リビア旧国国民戦線に同調することとなった。1988年6月21日、ハフタルは NFSL の軍事部門の設立を宣言し、これをリビア国民軍と名付け、自らが指揮者となった。合衆国からモブツ政権への財政支援が打ち切られた際、ザイールはその時点で領内に残っていたハフタルたちを、 ケニアに追放した。ケニアは彼らに一時的な滞在しか認めず、CIA は1990年頃に最低重作をまとめ、ハフタルとハイカの300人ほどが合衆国の難民受け入れ計画の一環として合衆国に移り住んだ。実のところ、冷戦の終結によってリビアの地理的戦略性は後退し、ハフタルたちの部隊に対する CIA の資金支援策は、 差し止められていた。1996年3月、ハフタルはリビア東部キレナイカの産地でハンカダフィの放棄に加わったが、その後、合衆国に舞い戻った。ハフタルはワシントン DC 近郊のバージニア州、フォールズチャーチに2007年まで住んでいた。その後、バージニア州ビエナに移った。そこから多くの場合は、 国防情報局や中央情報局などアメリカ合衆国の情報関係者たちとの親密な接触を通してハフタルはカダフィの打倒や暗殺を試みるいくつものクワだてを支援し続けた2011年ハフタルはカダフィ政権打倒の武装放棄を支援するためリビアに帰還した3月には軍部のスポークスパーソンがハフタルが 軍司令官に任命されたと発表したが、暫定政府であるリビア国民評議会はこれを否定した。4月には、アブドゥルハターハユーニスが軍の最高司令官の地位につき、オマルエル・ハリーリーがユーニスの参謀長となり、ハフタルは陸軍司令官として軍のナンバー3の地位を得て、中将となった。ユーニスは同年夏に暗殺された。 リビアの新体制の中に安定した地位を見出すことができなかったハフタルはしばらくの間合衆国に戻った。2014年2月、ハフタルはテレビに登場し直前に一方的な任期の延長を決めていた選挙によって選ばれた議会である国民議会が解散させられたとする声明を発表した。ハフタルは新たな選挙の実施を監督する選挙管理内閣を 儲けるべく呼びかけ、リビア国民にまだ任期が切れていなかった GNC に対する反乱を起こすよう促した。しかし結局のところ、ハフタルの訴えは動員できる手段もなく、主張を支持する局地的な支持もなく、民衆の全面放棄にはつながらなかった。ハフタルの声明は、リビアの首相、アリー・ゼーダーンによって深い不信感を持って取り消された。ハフタルの行動は、 クーデターの試みであり、奇妙では鹿げたものと決めつけられた。ハフタルは、リビア各地で一連のタウンホールミーティングの開催に乗り出し、軍出身の元士官たちの支持を得て、密かに軍事組織を作り始めた。3ヶ月後の5月16日、尊厳作戦の一環として、ハフタルは、ベンガジのイスラム教支持派の民兵組織に対して、空爆と、 陸上からの攻撃を組み合わせて攻勢に出たが、他方では、リビア議会に対する重火器を用いた攻撃は差し止めた。ベンガジ攻勢に出た当時、ハフタルはすでに暗殺のターゲットとされており、友人に自分の行動が引き起こすリスクによる身の安全への脅威は十分に承知している、と述べたという。2014年5月20日、ベンガ事構の4日後、GNC はついに、 長期にわたり延期されていた全国での選挙を実施すると声明を出し、トリポリを拠点とする GNC が樹立していた当時の臨時立法府に変えてトブルクに拠点を置く大議員を選出するとした。その選挙は2014年6月25日に予定された。5月後半、GNC によって首相の職から追われたアリー・ゼーダーアンは尊厳作戦を承認し、 大議員の議員40名もこれに、同、海軍や空軍の首脳たち、陸軍の大部分もこれを支持した。2014年6月4日、ベンガジの東方、アバヤールに近いグートアイコールするターンにある、ハフタルの邸宅に自爆テロの車両が突っ込み、4人が死亡、少なくとも3人が負傷した。ハフタルは、この攻撃では、被害を免れた。リビア東部では、 ハフタルの航空及び陸上戦力が展開し、広く民衆の支持を得ていた。5月、6月を通して尊厳作戦を支持するデモ行進がリビアの各地で行われ、6月25日に実施され、大議員選挙ではイスラム教的アジェンダに対して世俗主義的姿勢を取る勢力が多数を占めた。一方、5月には尊厳作戦を非難していたにもかかわらず、 アブドゥッターアイコールスイニーを首相とする政権はハフタルの尊厳作戦についてその後は正式な声明や非難を出すことを控えた。いずれにせよ新たに選出された大議員はハフタルに敵対する勢力をテロリストと決めつけた。2014年11月24日から翌日にかけて尊厳作戦に参加する軍勢に加わっている軍用機が トリポリのミティガ国際空港を攻撃し、空港は一時的に閉鎖され、空港周辺の家屋にも被害が出た。ミティガ空港への攻撃に対し、トリポリの裁判所は、ハリファ・ハフタルの逮捕令状を出した。2015年3月2日、ハフタルは国際的な承認を受けた、大議員によるとブルクの政府から、軍司令官に任命された。 2015年以降のハフタルの軍勢については、イスラエルが軍事的支援を与えているという一部の報道がなされており、ハフタルの要請を受けたイスラエル空軍機がスルトに、あったイソルのリビアにおける拠点を空爆したとも言われている。2017年7月初め、3年間にわたる軍事作戦の末、ハフタルはテレビで演説し、彼の軍勢が リビア第二の都市であるベンガジを完全に掌握したとする声明を出した。多くの人々はハフタルの軍事的勝利が彼の軍事的、政治的野心の増大を表すものと受け取り、リビア東部の主要な地域に軍事的支配を確立しようとする彼の意図を読み取った。ハフタルを批判する人々は何年もの間様々な相手との戦闘が続ける中で彼が 恣意的に紙幣を動かし、敵対者たちをイスラム過激派と決めつけ、軍事的リーダーシップを通して、将来における政治的立場を固めていると主張した。また、一部の人々がアイソルトの戦いにおいて、諸勢力を吸合し、勝利を得たことにおけるハフタルの役割を称賛する中、他方では、アイソルトの戦いにおけるハフタルの役割は、大々的に誇張されており、 死理のための計算づくだったと主張する者たちもいた。例えば2016年初めの段階でハフタルの軍勢はデルナからアイソルを駆逐する上で貢献のあったデルナのムジャヒディン修羅評議会というイスラム主義者のグループに対して空爆を加えたとされている。さらに専門家たちはリビア国民軍がリビア全土に支配地域を広げることができるかあるいは ハフタルが自分自身以外の軍事的指導者なり選挙で選ばれた政治指導者を立てて国民軍なり政府を指揮することができるかそのような機会が将来の新たな総選挙を通して可能になるかは疑問だと論じたハフタルは断固たる覚悟で尊厳作戦の目的の一つにムスリム同胞団のリビア支部をはじめハフタルがリビア国内で活動するイスラム過激派の テロリスト組織と判断したあらゆる対象を完全に叩き潰すことを挙げた。しかし近年ではジャーナリストや評論家たちはハフタルが正式に表明された反イスラム主義の使命を掲げつつリビア東部に拠点を置くサラフィー主義の諸組織との提携を続けていることに注目している。これら組織との結びつきはハフタルの軍勢が支配する地域においてまた イスラム主義を掲げる敵対勢力、特にムスリム同胞団やアンサールアルイコールシャリアに対抗する上でも、相互利益的な関係を生んでいる。ハフタルと結ぶサラフィー組織の一部はバルカを拠点にする民兵組織の一部を成し、ハフタルの指揮の下で戦い、その勢力をベンガジア、ジャバルアルアフダル県、アジュダービアへと広げていった。 アトランティックカウンシルが出したアハマド・サラー・ハーリーによる2017年6月の報告書によるとハフタルがサラフィー主義者たちの支援を必要とするのは地上部隊や補給の不足のためでありハフタルと結ぶサラフィたちはリビア東部において宗教に関わる議論を支配し軍事的実力もつけることで大いに利益を得ており職のない若者たちを引きつけることにもつながっているという 2017年7月、ネット上にアイソル戦闘員であるという容疑をかけられた20人がハフタルの軍勢によって処刑される映像が公開され、この一件は国際連合がルナに捕虜の処刑に関する調査報告を求めるという事態に至った。一般的にハフタルの支配下にある多くの地域では民兵たちによる虐待が行われ、 市民の自由を抑圧する措置が取られていると非難する報道がなされた2016年8月の時点でハフタルは国際連合安全保障理事会が支持する新たな国民合意政府への支持を拒みアメリカ合衆国とその同盟諸国はハフタルがリビアの安定を危うくしていると考えるようになっていったリビアの専門家で英国王立防衛安全保障研究所の 上級研究フェローであるアリソン・パーゲターは、ハフタルが、リビアに平和をもたらす上での最大の障害と言える、存在であり、彼は、もしにゃー強調すれば、リビア東部における自分の影響力は終わってしまうかも、知れないと恐れているのだと指摘した。ハフタルを、イスラム過激派に対する、防波堤とみなすアラブ主張国連邦とエジプトは、ハフタルへの支援を続けた。ミドルイーストアイは、 リークされた航空管制記録の分析をもとに、イギリス、フランス、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦の空軍が、ハフタルの軍勢を支援していると報じた。2016年11月、ハフタルは2度目のロシアへの訪問を行い、ロシアの外相セルゲイ・ラブロフや国防相セルゲイ・ショイグと会見した。報道によると、ハフタルが武器の供給や、 軍事支援を求めたのに対し、ロシア側は新たに成立したドナルド・トランプ政権の動きを待って先送りにしたという。12月26日、ロシアはハフタルに全面的に協力することを決め、ハフタルがリビアの指導者の役割を果たすべきだと述べたと報じられた。これ以降、ロシアは負傷したリビア国民軍の兵士の治療にあたり、 トブルクに拠点を置く政府のためにリビアディナール紙幣を印刷し、リビア東部にロシアがさらに2カ所の軍事基地を設けることを認める協定書に署名した。国際的な危機管理の専門家であるジョルジョ・カフエロとダニエル・ワグナーは、最近、モスクワは国連や西側が支援する脆弱な政府ではなく、ハフタルこそがカダフィ後のリビアにおいて極端な原理主義に対抗し得る。 唯一現実的な捕類だと見ているようだと述べた。2017年、デルナ市評議会の副議長、ラムジ・アルシャエリは、弁護士のライアン・グッドマンとアレックス・ホワイティングと共に、デルナ包囲戦において、ハフタルが戦争犯罪を犯したと告発した。彼らは、ハフタルがルナの戦闘員たちに、捕虜は取るなと命じ、捕虜をここに連れてくるなどということは、考えるな。 ここには収容施設もない。戦場は戦場、それで話は終わりだ。と演説したとして、法規外の殺戮を暗黙にそそのかしたと主張した。2017年11月5日、尊厳作戦に参加した元士官で、かつてはスポークスパーソンでもあったムハンマド・ヒジャーティーが、ハリフハ・ハフタルのことを、この国を不自由な姿にしている危機の主因と評した。2016年1月に、 四季部の腐敗を批判して、尊厳作戦から離脱したヒジャージーは、移行ハフタルへの批判を重ね、ハフタルを暴君と呼び、彼による殺戮、誘拐、破壊、強制失踪について述べている。かつて尊厳作戦に加わった、士官、スポークスパーソンとして、ムハンマドヒジャージーは、ハフタルが意図的に戦争を遅延させた、特にベンガジにおいてそうだったことを知っていると、 主張している。ヒジャージーは、最近のインタビューの最後に、自分の命が危険にさらされているとし、特に、暴露されれば尊厳作戦や、その指揮部に打撃を与える恐れがある、公文書を所持しているからだと述べた。2019年4月4日、ハフタルは指揮下の軍勢に、国際社会から承認されている、リビア政府が首都を置くトリポリへの進軍を命じた。これは、 国際連合事務総長アントニオ・グテーレスや国際連合安全保障理事会からの非難を呼んだ。4月15日、ハフタルはアメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプと電話会談し民主的政治体制への移行に向けた共通のビジョンについて協議したと報じられたが、これは合衆国がハフタルの行動を容認したものと受け止められた。4月18日、 国際連合安全保障理事会に、イギリスが提出したリビア停戦決議案は、合衆国とロシアの反対で否決された。ハフタルには、少なくとも5人の息子たちと、1人の娘がいる。サッダーム・ハフタル・単位とハーリド・ハフタル・単位は、リビア国民軍の士官であり、別の息子・アルサディーク・ハフタルもリビアにいる。他の2人の息子たち、ウクバ・ハフタルは不動産業を営み、 アルムンタシル、ハフタルと娘のアスマ・ハフタルはアメリカ合衆国バージニア州に居住している。ハフタルはリビアとアメリカ合衆国両方の市民権を持っている。2018年4月12日、ハフタルは脳卒中に倒れて昏睡状態に陥り、パリで集中治療を受けていると報じられた。ルナのスポークスマンは当初この報道を否定していた。 地元メディアの中には、その後、ハフタルが死んだと報じたものもあったが、ハフタルに近い筋は彼が健在だと主張した。4月25日、ハフタルの生存が確認され、パリでの治療を終えてすでにベンガジに戻っていると報じられた。ハフタルは母語であるアラビア語に加え、英語、イタリア語、ロシア語に通じており、フランス語も話せる。ありがとうございます。